人間を作った宇宙人はレプテリアンというユーチューバーがいますか先生の宇宙人とは別ですかだからもうそもそものこの質問がおかしい。ユーチューバーがレプテリアンなんていうのを言ってるのはパクリなんですよ。陰謀論って言われたりとか、オカルトって言われたりするんですけど、オカルトであれ、陰謀論であれ、歴史から勉強してください。それを売り出した人とか、その前提になっているような理論や理屈や考え方みたいなやつがやっぱあるんですよね。それを、 見ようよ、みたいな感じなんだけど、どっかの YouTube が言ってたからっていうのに飛びつくということ自体が問題なんですよね。デブタリアンっていうのは誰がいつどこから言い出したのみたいな。スピリチュアリストもスピリチュアリストでパクってるんですよ、みんな。っていう感じなんだけど、そこから考えようよ、みたいな。例えば直近、直近って言っても近くないんだけど、セガリアシッチンとかだよ。デビタイクとか。その辺がベースになると思うんだよね。ヨーロッパ人の、あの辺の陰謀論系の人とかがベースになると思うんだけれども、 ね、そいつらがまだどれから引用してるのみたいなところから追っていかないとダメなの。レプテリアンというもの自体はどんな概念なのみたいな。トカゲ人だからってトカゲの人が本当にいるわけじゃないんですよ。私は今まで人間いっぱい解剖もしてきましたけどトカゲ人なんてもちろん人にもいません。っていう感じなんだけれども、なんでトカゲ人という概念を持ち出したのかっていうことにも意味があるわけ。それを考えない中でこの質問っていうのは成り立たないんですね。だからそういうことを考えてもらえばなと思います。 とにかく私、もう叩くことしか喋ってないけどさ。<laughs> あのさ。もう、疲れてるんだからさ、みたいな。ほんに疲れて去年1年でさ、マジ疲れてるんだからさ、みたいな。これちゃんと書いてるのは不眠症の羊っていうとかデイビッドアイクって書いてあるけど、アイクはもともとあれじゃないんだよ言い出しっぺじゃないんで。アイクっていうのを書くのは勉強はしてると思うんだけども、アイクではないっていうことなんですね。でも、アイクの話が出てこないとレプタリアの話なんてしたくもないわけよ。 せめてアイクの話出てこないと話にならないじゃんみたいな感じなんですね。とにかく私が言いたいのは病気だろうが社会論だろうが芋論だろうが何だろうが前提から考えましょう。前提から勉強しましょう。みたいな。っていう感じです。とにかくね、そっから考えてっていう感じ。みんなそれを考えないんですね。とにかくハウツー。とにかく小手先。ここで誰かが言ってた。えそれってどんな背景なみたいな。ほんと考えないんだろうなと思うんだよね。 私だろう、私以外でも一緒ですよっていう感じで。そうしないと、自分の周りも変わらないし、世の中だって変わらないじゃないですかみたいな感じですね。新型コア一つ取ってもね、反ンと言われる人たちが信用されないのは、どっかから引っ張ってきた情報を語るだけの人だからですよ。だから、陰謀論者扱いされるんですよ。話してても奥行きがないんだよね。 こういう歴史から見たらこういうふうになってるみたいなこととか、その背景にはこんなことがあるから、こんな理論とか、こんなあれが成立してみたいな。だから陰謀論だってこういうふうにして生まれてきて、こういうふうにして人々の中で語られてきたみたいな。そういうふうな話し方というか、そういうふうな考え方がないから、それが馬鹿にされるんですよ。え、これが正義なんですよ。馬鹿かお前らみたいな感じだけど。もう本当それを繰り返したから、なんとかしてみたいな感じです。